どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。おはようございます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 。ちょっと今日はですね、はい、僕ら4人が非常にモテると。もうモテるやん。周知の事実という。うん。ちょっと罪な男やんか。まあ、よく言われますね、うん、でも、彼女今、いてるよな。いてますよ。ひどいやん、その他の YouTuber からの。あー、なるほど。その行為思わせぶりみたいな。そう多分多いと思うねんけど、うん、まあ、ひどいのが、コナンちゃんね。はいはいはい。あー、コナンちゃん。コナンちゃんが、なんか絶対俺ら4人と付き合いたいと思ってるいや、まあな、確実にな。うん、で、申し訳ないやん。確かに、うん、俺らが思わせぶりな行動をとってしまって、前も電話してたよね。前も電話したね、企画で。確かに。あ、もうすごい喜んでたから、うん、前な、ドキドキしたよな、うん、付き合えると思ってるんじゃんって俺思ってしまって。うわー、そうなってんのが。そうそっち側ね。で、全部つじつま合うんよ、俺らと付き合いたいコナンちゃんにしたら。おう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 。なんか DM とかも来るし、うんうん、たまにあれ動画面白かったみたいな LINE も来るし、うん、これマジでこいつ付き合うと思ってるやん。あ、はいはい、なるほどな。でその俺ら付き合えへんのに、うん、その感じ出してたら申し訳ないなと思って。付き合いはせえへんな。やろ。そうなんや。その彼女おらん組。いやいや、もう遠距離は嫌やね。きついし遠距離ってそこだけね。遠距離って絶対。いや、コナンちゃんもいい人ですよ。めっちゃいい子、いい人、うん、いい子。だから今日ちょっとコナンちゃんを振ろう。なるほど、うん、正式に振ろう。振ろう、うん、もう告白してきてんねやから。あ、もう実質な、うん、遠回しの、うん、向こうが前に進まれへんもんな。そういうことや。恋愛で。いや、ほんまそうやな。一応伝えたいことあるから。はい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 、なんか電話するっていうのは言ってあんねん。なるほど。明日の昼ぐらいに伝えたいことあるから電話するわって言ったら、で、待って嬉しいみたいな感じじゃないですか。きついな。申し訳ないわ。やろ、うん、マジで。え、どうなんコナンちゃんとその二人は。いや、俺はもう結構黒いよ。東京とかな。そうそう、彼女に会いに行ってたのに、そのパチンコ行こうよみたいな、そのパチンコを後日にみたいな。ワンチャン狙ってるってこと。そう、俺は彼女に会いに行ってんのに。うわっ、ちゃだろ。どう。俺はめっちゃなんか DM とかたまに来んねんけど、うん、なんかもう文面が絶対そう思ってる。マジか。大体わかる。大体わかる。マジ、うん、なんて言ってるの DM では。コナンちゃんの真似してる動画かな、なんか。はいはいはい。あー、ちょっとあれどういうことっていう感じで。うわー、もう絶対好きやん。いや、好きな人にしか言わん言葉に。うん、それリクはお前の連絡とか。いや、俺だからあんまりこう文面に残したがれへんのかなと思ってて。ほう。インスタライブとかよう来てくれた。うわー、言ってたな。そう、お前がしたらもうやったら絶対や。何時でも貼ってんねや。そう、だから通知完全にリクのオンにしてる。してるな、完全に。で、ずっとおる。へぇ、ずっと見ときたいってなんか。うわ、あ、伝わるぜ。うん、その今まで生きてきた中で結構モテてきたと思うねんけど、うんうんうん、こういうタイプの女性って、うん、もう絶対好き。好きやな。で、もうなんなら告白してきてる。してきてんの。どうぞ。いや、もうエグいライン。ごめんごめん、言っていいんかな。エグいエグエグいライン見てもらった俺。エグいな。これコナンちゃん。これコナンちゃん。エグ、言っていいんかな。全然いいだよ。全然いい、全然。だってもう降るから。そっか、そっか。俺もエグいねんっていう。むちゃくちゃわらわらってなった後に、うん、真剣な目で、うん、クリスマス誰と過ごすの。うわ、もうちゃんとやん。エグ、夏祭りとクリスマスの予定聞いてくるやつはもうやばい、確定やもんな。それはお前もう言ったらんと。いや、これマジで言う。で、これ来たから俺もう言ったろかなと思って。あ、この企画。そう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 スタンプももうマネしてきて。お前やそうやな。俺が同じスタンプ。俺がそのスタンプで、なんか知らんカップルのスタンプをよう使ってんねんけど、うん、もう持ってたもんな。やばー、うん、なんかあるあるなんかな、彼女あるあるみたいなことしてたね。うわ、そういうことか。彼氏が使ってるスタンプ使っちゃうみたいな。うん、じゃあちょっと電話かけます。はい、はい、
あ、もしもし。最近多くない電話。いや、まあまあそうやな、でも人多いな、ごめんごめん。なんか好きなんか、そのマジで本格的に。いやちょっと。え、何？いやもうちょっとはっきり言わさせてもらうけど、うん、まあ、そう言ってもらってんのはもうものすごい嬉しいねんけど、俺コナンちゃんとは付き合われへん、ごめん。なんでされた？いやかな。マジでごめん。ちょっとごめん、ほんまに。いや、全然いい。こっちが。マジでほんまに、なんか俺と同じスタンプとかも使ってるし。いや、やから突然届いたやつでしょ。なんかクリスマス誰と過ごすのとか言ってくれてたけど、ほんまにごめん。いや、なんか祭り誘われたからノリかなと思って乗っちゃったんだけど。そこはちょっとほんま俺はごめんやけど付き合われへんわ。オッケー。ありがとう。ごめんな、ほんま。じゃあちょっと全然いいよ、それはかけ直します、ごめんなさい。かけ直します。うわぁ、これでよかったんかな。いやどうなん、もう必死やったから向こうが、うん、なんとかこう取り繕おうと、うん、そう、うん、悲しみを隠してたな。いや強い人やな、だいぶ強い。今頃ちょ俺ももうこうなってきたから。いや、そうやな。いや、言った方がいいよ。言っといていい、うん、ちゃんと伝える。あ、もしもし。ええ、あ、クリス、クリス、あ、クリス。いやごめんな、その、え、今、大丈夫？うん、全然。いや、ちょっと伝えなあかんことあるなと思って。うん。あ、さっきあんたやがなんか泣いてたやつ。え、いや、それは俺よくわからんねんけど、ちょっとあんま俺から伝えなあかんことあるわと思って電話させてもらってんけど、うん、もう気づいてて、実は。気づいてて、だからもうこっちから正式に言っとかなあかんなと思って、うん、俺、え、堪能がないこと。いやいや、それはそれ、そうじゃない、そうじゃない、ごめんごめん、ほんまに。そ、もう言うわ、ごめん。俺彼女おるからコナンちゃんとは付き合われる。知ってるよ。いや、ほんまにその気づいてた。え、な、コナンが何クリスのこと好きだと思ったってこと？もうごめんな、言わして今。え、恋愛として好きじゃないよ。いやいや、もう、わかるわかるわかる。結構一緒に遊んだりしてさ、あ、その乗り打ちとかでしょ。そう、その中でいろんな仕草とかで気づいたりしてたんよ。あ、え、あの当たった時にはっちゃけるやつ。そうそう、もうすごかったやん。だからもう そこのやっぱ、あ、見せてきてるな行為をとかで心苦しかったんやけど、マジで好きなやつだったらパチンコ行かないよ。ちなみに分かる、もうそれ以上言うな。そう、もうこれだけごめん、伝えなあかんなと思ってたから伝えさせてもらったけど、ごめんな、忙しいなが。いや、全然いい。そうやな。ごめん、じゃあもうまた折り返そう。いやー、いや、辛いな、辛いわ、ほんまに。それはだいぶ辛い。辛いだな。一番辛いのはコナンちゃんやからな。いや、まあ、これ、そうやけど、これもうほんまコナンちゃんのためやと思ったらな。最後らへんもうほんまに泣いてたもんな。泣いてた、泣いてたっぽかったな。うん、どうする、次どうするか。どうする、一番俺あるなって思う方が、うん、最後に言ったらな、うん、あ、じゃあまあ彼女いないリクが一番
あるか。あるか。じゃあ、そうかそうか。じゃあな、俺行くわ。うん。うわ、あ、ちょっと待って待って、早いって、お前、ちょっと待ってよ。おぉ、向こうもね、しなくて。そうそう、まだまだ。うわ、行く、行く、マジ。ちょっと遅いな。涙。泣いてるやん。整えてる。終わり。あ、もしもし。ちょっと。あ、ちょっとです、ちょっとです。どうした？え、大丈夫？ちょっと待って、初めて電話するけど、うん、大丈夫。結構、DM するやん。え、ってなと？うんうん。え、そう、なんか本当になんか面白い感じのストーリーが上がった時くらいじゃない？うん、いや、だからそれが結構多いなと思って。え、多分今まで2回とかじゃない？うん、だ1年で1回か2回ぐらいやねんけど。うん、でもまあまあ、なんかすごいなんか愛されてんなと思っちゃって。うん、うん、で、まあそのいや、コナンちゃん結構そのモテると思うからほんまに気にせんといてほしいんやけど、うん、実は俺、彼女って。してよ、あれパティちゃんでしょ。そう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 。最近サムネにね、ショートカットで一瞬コナンかと思ったやつね、モザイクかかってて。めっちゃ見てるやん。彼女おるから、うん、コナンちゃんの気持ちには答えられへんねんか。うん、あ、全然コナンは他でいけるよ、その、キャラじゃなくても。マジでごめん。え、コナンのこと好きって言ったことある？もう、大丈夫出て、そんな言わんで。ほんまにいける。ほんま、もう、頑張らんでいいから。大丈夫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 、絶対いい人見つかるから。あ、チャラよりは全然いるよ。そこだけほんまに、俺はほんまに大丈夫大丈夫、大丈夫、こなちゃん喋らんでいいから。大丈夫大丈夫大丈夫、大丈夫、こなちゃん無理せんといて。頑張るわ、じゃあ。うん、折り返すわ、また行くだろ絶対。いやなんか言われてたよな、チャナが一番。いや、せんの動画で。あ、そうや、せん、彼氏にしたいなとか一番押しだれてた。いや、怖いな、これ。再度申し訳ないな、ちょっとリクに任せるんだな。できるだけいい形で別れたいなとは思うな。メンヘラは気つけといた方がいいで。いや、せん、ちゃんとしよう。でも、ケアな、つけようかな。ええ、いや、あかんな。いや、確かに確かに。いや、めっちゃ付き合いたいな。でも思い出みたいなあんの？そのめちゃくちゃあるよ。インスタライブ用意してくれてしょっちゅう来てくれ。だいぶそれはな。なん、どんな感じ、どんな感じ、コメントとかもくれるんや。コメントとかもしてくるし。すごい、結構きつい、そのコメント。いや、もうきついよ、顔長いなとか。うわ、好きみたいなもんやん。もう今回で、あ、だから公開的に言うことで誰もリックを取らせへんみたいなとこ、独占欲かやとは思ってるよな。はいはいはい。来た来た来た。次はリックかな。この電話は。おはよう。まずは、うん、ありがとう。まずはありがとう。何に対して？あんま俺から言うのもあれやけど、好きやんか俺のこと。それはほんまにありがとうってめっちゃ思うし、なんかインスタライブとかもよう来てくれてな。あ、結構服着たらみんなの行くよ。みんな結構見に行くよ。かな、別にリクだけじゃない。いや、分かるわな。とりあえずありがとうな、そういうなんか、見に行くこと。いや、そうそうそう、それも含めて。あー、全然全然ありがとう。ただちょっと
いや、コナン、これは真剣に聞いてほしくて。ごめん、めっちゃ聞く。いや、俺も、正直好きなとこではあんねんか。あ、何、コナンが？コナンのこと。うん。でも、なんかコナンが他の YouTuber とか、結構コラボしてるのとかすごい嫌やし。距離近いなっていう感じがすごい。伊勢とるときね。そう、してしまって。やめてくれたら、でもやっぱ仕事的にもやっぱ厳しいやん。やめてくれる？本当の好きな人だったら別にそこは気をつけるけど、まあリクだから。だからまず、いやもう裏返しやな。裏返ってるわ、完全に。裏返ってるらしいわ。やっぱ、うん、ごめん。え、何、また失恋旅行行くのじゃ。いや、でもコナンとはそこまでの関係ではないから。え、失恋旅行で泣いたりしない？いやいや、そこまでのな、コナンと付き合ってたらあれやけど。いや、とりあえずありがとう、いつもほんま。また、じゃあコラボの時な、よろしく頼むわ。全然いいよ。ええ女やな。ありがとう、またな。バイバイ。いやー、うわー、えぐい。結構ギリギリまでお前も。いや、ごめんごめんごめん、危なかった。どっちかみたいな。うん、かわいそう、マジで。書かないわ。これが恋愛やな。ものすごい青春してるわ。ちゃんとコラボ取れるかな。え、じゃあ次。え、次。予備軍が。え、おんのか。まだおる。そうや、もう、まだおるか。カスちゃん。同い年やね、カスちゃん。同い年やな。一回いいかな、コラボ。そうやな。家入れてもろてるからな。家入れてもろてるね。のが全てやわな。しかも最後まで、この、離れたくないみたいな。すごかったよ。うわ、よかったわ。そや。一回帰ったと思ったら、また、また来て。みたいな。帰らないで感。そう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 。バイ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 みたいな。ふっとこうか。そうそう、誰が、俺から行く。俺ちゃらな、一回その動画の中でもふわっとは言ったよな。まあ一応、ふっといてんけど、その時に。おい、コラボの動画中に。いや、あの、結構人映画タイプで、うん、寿司ラーメンリクさんみたいな人がタイプらしいんですよ。はい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 。完全に俺が一致してて。確かに。そうそう、でも俺彼女おるからって言って一回振ってんのよ、そこで。ああ、まだ俺じゃなはな、うん、言いやすい。そうかもしれないな。じゃあお昼に電話行ける？はい。え、ちょっとカスちゃんが、うん、多分いけるらしいから。お、なるほど。誰から行く？じゃないったっけ？俺が一応行くって言ってたの。そうやった。結構もう感づいてんちゃう？うん、結構時間空いてる。そうやな、うん、心の準備ができましたみたいなことやと思うよ。そうやった。なんかごめん、撮影してたって来てんけど。うん、そうやな。嘘っぽいよな。そんなわけないもん、うん、か、失恋しましたの動画撮ってるか。あ、早いな、うん、もう気楽やもんな、そっちの、うん、じゃあちょっといいっすか。いいっすか。緊張するか。まだ、うん、あ、もし、あ、もしもし。ごめん、さっき出れなかった。あ、全然、あの、チャナやねんけど。え？今チャナが、うん。気づかなかった。あ、全然全然、そんなん全然いいけど。はいはい。え、今時間いけんねや。今時間、うん。心の、心の準備とかも大丈夫？大丈夫。え、ちょっと待って、一回確認したいことあって。え、どうしたどうしたどうした。私、敬語でしたっけ？タメ口でしたっけ？あ、そう。あ、でも、別にそこは、タメ口で行こうか。タメ口、オッケーオッケーオッケー。うん。最後ぐらい。ごめん。最後？いや、ちょっと、もう、いろいろ、感づいてはいて。何よ？あの、いや、そんな笑い事とかじゃないねんけど。結構し、うん、ごめん、いや、シリアスやから。うん。あの、とりあえず、あの、カスちゃんの気持ちは受け取ってます。ちょっと待って。
何？いや、まあまあまあ前回コラボとかもして、うん、なんか人よりが好きだとか、はい、なんかいろいろ、まあ優しい人が好きだとかいう話は聞いてて、はいはいはい、まあ完全にこっちに好意があるなっていうのは伝わっていたので、ほんまにちょっと僕彼女いるんで付き合えないですいや、バレてました。いやいや、もちろんそれはいや、なんかまあ叶わない恋だっていうの分かってたんですけど、うん、なんかやっぱり彼女しか無理で、やっぱりせんのやっぱせんのでも彼女いるって知ってたから言わないようにはしてたんですけど、いやせんな、なんかもうほんまにもうこんなことになるんやったら会わんかったよかったなってごめんなさい、自分の気持ちが抑えられなかった私のせいです。いやいやいや、そんなことなくて、いや全然そんなんじゃないけど、うんうん、ごめんなさい、やっぱ気を使わせちゃって、まあ、いやいやいや、そのやっぱ好きになるって奇跡やからいや、まあまあでも好きっていることは別にいいですよね。いや、まあまあ、もうでも叶わない恋ですし、諦めてほしいちょっと生きていけないかもしれない。大丈夫大丈夫、絶対そこは世の中いっぱい男性おるから。でもチャーよりいい男いない気がしていや、まあ分かるけど分かるけど気持ちよなんだまあまあ、もうとりあえずそういうことやから、はい、分かりました。うん、ごめん、またかけ直す。いやっぱりほら、もうむちゃくちゃ好きやん。どうすんねん、マジで嬉しい。痛い。ほんまに気持ちよなってたもんな。全然嫌い。もっと言わない。もっと言わない。もっと好きになれ。いやちょっとでも味わいたかったね。いやでもあれがほんまの気持ちやから。いやまあせやな。まあ受け止めれてよかったけど。ちょっと俺も行きたい。なんなんこの恋愛シュミレーションみたいな。あ、もしもし。もしもし。あ、クリスやけど。わかる、覚えてる？覚えてる。覚えてる。まあちょっと話し合って電話してんけど。あ、うんうん。その野暮っちゃ野暮かもしらんけど。うん。その気づいてて。何よ。いやまあ前コラボさせてもらったやん、うん、その時になんかもう全然目とかもやっぱ合わんなとかあったしあ、もう明らかな明らかやなっていうのズバズバ来てたんよ、うんうんうん、そう、それについてちょっと話したいことあるなと思って電話してんけど、うん、なんだろう、俺彼女おるからさカスちゃんとは付き合われへん、ごめん。彼女言ったんだ。彼女いたの？いないって言ってなかった？ごめん、そうやね、俺実は彼女を追って。え、じゃあさ、思わせぶりしてたってこと？いや、そんなつもりは思えなかったけど。いや、全然そんなことはない。確かに明らかにカスちゃんが俺のこと好きやな、好きやったよな。なんでバレたんだろう。結構隠してたつもりだったんだけど。やっぱ俺を見る目合わへんとかもあったし、もう明らかやん。なんかかっこよすぎて目合わせられんか。ありがとう。
他は？あれは。まあそういうことやから、その俺はごめん、諦めてほしい。諦められない。そうなの？ごめん、もう切るわ。また折り返そう。いややっぱか。なんかここ2人がターゲットにしとったんかな。いや、なんか強かったな。確かに諦められへんかったしな、さっきまあでも思ってた通りの反応ではやっぱあったな。でもほんま仕方ないよな、彼女がおるし。いや、そうやね。行く？行こうか。行こうか。行こうか。あ、もう騙されんのよ。うん、結構長引かせてまうからでもやっぱ男はやっぱスパッと、そう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 、してる場合じゃない、うんうん、おはよう。おはよう。あ、リクって言うねんけど。え？リクって言うねんけど、あの一回お風呂一緒に入ったやん。リク俺あれ、いや、カス俺やん、リクやん。ごめんなさい、リクちょっとわかんない。いやいや、LINE とかも多分何回かしてて、うん、リク、ごめんなさい、リクどなたですか？間違えてもらると思うんですけど。いや、あの服着たるの。あー、いやー、お前勘違いしてたんか。え、いや、勘違いじゃないか。じゃあお前らが振りすぎたんじゃん。だからあれちゃん、ほんまに好きでちょっと意地悪しちゃう。あー、そっち系のやし、もう振られると思ったからみたいな。あ、それもあんのか。もう嫌やもんな。どうする？じゃあもう電話できひんよ。じゃ一旦俺行くわ。オッケー、オッケー。で、その後、もし行けたら、うん、そのまま俺行こうか。で、電話行って切らずに、そう、切らずに俺がもうそのまま。オッケー、オッケー、オッケー。なあ俺行くわな。うん、うん、あ、もしもし。もしもし今行ける？アツヤ。あー、アツヤ、アツヤ。こんなとこ呼び出してごめん。うん、どうした？ほんまに嬉しいんやけど、俺はカスちゃんと友達のままでいたい。そうか。でもよく考えてくれた結果だもんね。うん、やっぱりだってもう1週間ぐらい悩んでくれたわけでしょ。うん、やっぱり東京と大阪やし。私引っ越すよ、大阪。いや、もうマジで無理させるから。いや、私全然無理とかないし、大阪全然厚也のためならいけるし。ほんま？いや、でも、え、他に好きな人がいるの？おる。え、誰？でもそれは言われだから、俺のことは忘れてほしい。ちょっと好きな人言うまで切れない。あの、岸君と結婚したあの人がほんまに好き。ゆみちゃん。うん、ゆみちゃんがほんまに好きで。ゆみちゃんか。だからカスちゃんとは付き合われへんわ。でもゆみちゃん結婚しちゃったから、うん、まだチャンスあると思うんだよね。ごめん。てか俺の気持ちはそういうことやから、うん、ちょっと変わるわ。変わる。あ、リクやねんけど。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。あつやの友達ですか？いやいや、あつやの友達っていうか、もう、はい、あの、YouTube 撮影、コラボもいっぱいして。スタッフさんの子？スタッフ、いや、スタッフ。あ、じゃなくて、
じゃなくて、はい、俺も風呂とか一緒に入ったりとかしてなんかわちゃわちゃしてみたいな。そうなんですね。俺にもやってや。好きとか言ってや。ありがとうございました。あ、お疲れ様でした。すいません。またクッキタルさんにまたよろしくお願いします。伝えてきますね。はい、すいません。忙しい中、申し訳ないです。はい、失礼します。いやー。いやー、ほんま、きつかった。きついやろな。大阪まで来てくれるんじゃね。ほんまに可愛いねんけど。あかんねや、うん、まああかんよな。いやあかん、それ向こうにも弊害だし。せやな、うん、でもよかったんちゃう。よかった、みんな気持ち言えて、気持ち言えてよかった。確かにな。いや、よかったわ、うん、すっきりしたんじゃない。だいぶそうやな、うん、やっと前進める。うん、うん、し俺らも YouTube だけでこう頑張っていきたいから。うんうんうん、こう恋愛とかもちょっとなしで。うん、そうやな、うん、そうやな。後でカッションのラインをしてもらって。撮影してないけど電話するつもりや。やりたい。じゃあそんなことなんで、僕たちに好意ある方、ほんますいません。うん、おもれなくなさい。ああ、だから今も今ルナちゃんとかな。あ、そうやな、うん。結婚してあるけど。うん、そうやな。そうまた今日4回だけしてる。じゃあ、アミちゃん。ああ、アミちゃんもやな。そう、うん。また風呂。そうやな。改めて。うん、アミチなんかめっちゃ振ったらなの。めっちゃ普段なの、うん、これからの声。そんまそうや。あ、どうします。